こんにちは、あなちゃんです。本日は木曜日、おふざけ音楽の時間でございます。お熱ございますね。はい、今日はあの夏企画ですよ、夏企画ね。まあ、このチャンネルもね、毎日公開、動画を公開し始めてから、およそ半年経ちますけれどもね、はい、2月頃だったかな、バイオリンのこの弓の代わりにごぼう、野菜のごぼうでね、そう、長ければ弾けるかっていうんで、ごぼうで弾くっていう企画があったと思うんですけど、今回はそれのね、この、ベジタブル演奏企画夏版ということでね、こちらゴーヤでバイオリンを弾いてみたらということでお届けしてみたいと思います。これね、あの前からちょっと狙ってたっていうかね、このゴーヤってこれ最初に誰が食べたんでしょうね。このイボイボボツボツ、不気味ですよね、これ。だってこれ食べられるかどうかわからないで最初食べたわけでしょ、ね、で、しかも食べたら苦いって言って普通そこでやめると思うんですけど、それでも食べるようになっちゃったというね。そう、このゴーヤのブツブツを使ってね、ちょっとブツブツが取れるっていう。じゃこれ大丈夫かな、これでバイオリン弾いて。このブツブツだったらこのブツブツで音が鳴るんじゃないかなと思って、今日は、ゴーヤでバイオリンを弾いてみたいと思います。弾けるかな、いっかこれこの微妙なカーブをどうするかっちゅう頑張ってみます。いけ、あちょっと待って、ならない、ちょっと待って、これちょっとだけになった、無理でしたゴーヤ意外とボツボツだけど、あのバイオリン弾くにはやっぱりごぼうほど硬さがないからダメですね、これね。最後もう一回だけ、あダメでした。ちなみに私、ゴーヤで何を弾こうとしたかというと、ゴーヤーよいこだって弾こうとしたんですけど無理でした。よかったらチャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。